なくしもの。夜話ライ麦。はさみさん、はさみさん。私のなくしたものはどこ？はさみさん、はさみさん。私の行きたい場所はどこ？あちらこちらを探しても、ひっかき回して探しても、どうにも見つかる気配はない。どこにも目指すあてはない。はさみさん、はさみさん。私のなくしたものはどこ？見つけることができたなら、今日はいい日になるのにな。はさみさん、はさみさん。私のなくしたものはどこ？はさみさん、はさみさん。私の行きたい場所はどこ？あちらこちらを探したら、めげずくじけず探したら、一つ二つと見つかった。二つ三つと見つかった。はさみさん、はさみさん。私のなくしたものはどこ？見つけることができたから、今日はいい日になりました。いらっしゃい、どうも、こんばんは。夜話ライ麦です。今日から、また少しずつ、日記ラジオというものをね、更新していこうと思います。まあ、実は前回の日記ラジオの収録から、どうでしょう、まあ1年、2年ぐらい経ってるんですかね。ちょっとよくわかりませんけれども。まあその間いろいろありまして、いろいろと、まあ自分としてもいろんな方針を試しながら、活動しているんですけれども、まあ、この日記ラジオっていうのを結構やりやすかったなぁと思って、もう日々少しずつ取りだめて、それを束ねて一本の動画にする、もしくは、朝まで配信などに活用するっていう、このやり方結構自分に合っていたなぁと思いまして、ちょっと再開してみようと思います。さて、いつまで続くのやらというところでね。今回の詩は、なくしものという詩でございました。まあこれは実際に私がなくしものをしたお話からできた詩なんですけれども、なかなか大変なものをなくしてしまいまして、パスポートをね、なくしたんですね。で、これなんで、わかったかって言いますと、まあ、先日、ちょっと海外に旅に行くっていうことがあって、で、その一週間前くらいかな、に生放送をしていて、で、視聴者の方が、パスポートをちゃんと確認してくださいねっていうことをおっしゃって、まあ、大丈夫でしょうと。そんな大体、パスポートしまう場所も決めてあるから、大丈夫でしょうと思って、まあその日放送が終わった後に確認したらば、ないんですね。え？と思って、あちこち探したんですよ。もう家中探して、ないんですよ。で、よくよく考えたら、最後にパスポートを使ってから、二回引っ越してて、荷物がぐちゃぐちゃになってる。まあでも、それにしてもないんですよ。二回三回全部探したんですけど、
今の家にはないと、いうことが分かって、これはまずいと思って、ちょっと、引っ越す前のお家まで行こうって思って、まあ、今私は関西に、暮らしているんですけれども、引っ越す前は関東だったので、パスポートがあるかどうかわからない前のお家に探しに行くための弾丸ツアーを観光しまして、で、その際に生放送の時に、これまた視聴者の方が、ハサミを使った探し方がありますよっていう話をしてくださったのを覚えていて、なんかもう藁にもすがる思いで、ハサミ持ってこうって思って持ってったんですね。で、道中、新幹線の中で、ハサミを使って探すってどういうことなんだろうと思っていろいろ調べたんですよ。で、そうしましたら、なんか謎の研究が出てきて、探し物を探す際の呪術的手法についてっていう謎の研究報告データみたいなのが出てきて、その、まあ、巷でこう、いろんな、物へのすがり方、探し物をする際の、いろんなまじないについて書かれた研究だったんですけど、まあ、そこにその、ハサミを使った探し物の仕方が、探し物の仕方が載っていて、で、それによります、まあ、いろんなやり方があるんですけれども、まあ、ハサミを取り出して、で、耳元でこうチョキチョキするんですよね。危ないからちょっと離してやるんですけど、耳元でチョキチョキしながら、ハサミさん、ハサミさん、私のなくした〇〇はどこですか？っていう風に言いながら探すんですって。で、まあ今回の場合、ハサミさん、ハサミさん、私のなくしたパスポートはどこですか？っていう風に唱えながら、まあ片方はハサミをチョキチョキやってますので、まあ片手で探すんですよね。っていうことをやったんですよ。もう、本当に半泣きになりながら探していたので これ見つからなかったら、まあ、一週間ぐらいの旅で、10万円以上、もう先に払ってるので、それが無駄になってしまうと。ちょっと勉強代にしては高すぎるっていう状況で、で、しかも、関西から関東に、探しに来てるから、その交通費とか、本来できたこと、時間も割いてるし、これは見つけられなかったら大損失だと思いながら、藁にもすがる思いで、ハサミさんに頼ってですね、探したんですけど、なんと、5分もせずに、出てきまして、びっくりした。一応前もって調べてる段階でも、ハサミを使って探し物をしたら見つかりましたっていう謎の、まあ、その、報告とか、ブログとか、記事とかなんかそういうものが、まあ、散見されて、本当かな？でも本当だったらいいなと思いながら、本当すがる思いで、やったんですけど、本当に見つかってしまって、ちょっと怖くなりました。あ、呪術ってあるんだな、って。まあ、後からその、自分で振り返って、どういうことなんだろうって、無理やり説明をつけたんですけど、まあ、その、ハサミをチョキチョキやる。で、片手で探すわけですよね。なので、その、まず、ゆっくり探すことになるんですよね。丁寧に。もう片手だからそんなこうガサガサできないし、ゆっくり探すことになる。で、かつ、ハサミさん、ハサミさんってこう唱えながらなで、
なので、思考がゆっくりなんですね。わ、なくしちゃった、どこだどこだっていう、わーっていうパニックにならずに、ゆっくり唱えてるから、冷静な状態で探せるんですよね。で、なんかその耳元でなんかこう、ちょっとこう集中力が研ぎ澄まされるようなチョキチョキって音が鳴ってると。なんかこの辺が人間のそのサーチ能力を高めてくれるんじゃないかっていうちょっと仮説を一応持ってはいるんですけど、まあ全てはハサミさんのおかげということで見つけ出した後、パスポートと一緒に並べて記念撮影をして、ハサミさんありがとうございます、見つかりましたって言って、帰り、無事にその数日後に海外に飛び立つということがあったという、まあその時のシーンでございました。いや、世の中には不思議なことがあるもんですね。なんか、呪術。ね、なんか有名な漫画もありますけど、ああ、なんかそういう科学では実証できないもの。まあ、ある意味最近扱っている瞑想とかも、その呪術の一種といえばそうかもしれませんね。でもそういうもので実際眠れてしまう。実際にちょっと前向きになったりするというのは、なかなか無視ができない現象ですよね。なんかそういうものを、まあ、ちょっとスピリチュアルになってしまいますけれども、そういうものがあるっていうことを無視はできないなっていうことを感じた出来事でございました。はい。それでは、今回はこの辺りにしておきましょう。皆様がいい夢を見れますように。お相手は、夜話大麦でした。おやすみなさい。いらっしゃい、どうも、こんばんは。夜話大麦です。今日の日記ラジオは、最近、ちょっとハマっているというか、始めた趣味についてお話をしてみたいと思います。まあ、だいたい詩を朗読してから、それについて話すっていう回が多いんですけれども、まあ、こういうゆるい雑談もいいんじゃないかなと思いまして、撮ってみております。このラジオの収録時点で、まあかなり夏も過ぎ去って、涼しい日が増えてまいりまして、まあなんだったらもう朝晩は寒いな、肌寒いなと感じるぐらいの、気候になってきておりますけれども、まあこういう時期になってきますとね、アウトドアをちょっとね、楽しみたいなという気持ちが、ふつふつと湧いてまいりまして。ちょっとね、今年は、登山に、挑戦してみたいなと思っております。まあ実は、ちょっと前、1、2ヶ月ぐらい前から、なんかその、思いというのは、ちょこっとありまして、もうすでにその、靴と、その登山用の靴と、あと、ステッキ、まあ、杖。なんで杖を先に買ったのかわからないんですけど、リュックとかなんやらよりも先に杖を買ったんですけど、なんか、靴と杖は買ってあったんですよ。でもさすがにそれだけでは装備が足りないということで、まあちょっと、その他の、まあリュックとか、あと、まあグローブとか、なんかその辺の細々としたものをちょっと、この度揃えまして、で、いつまでもね、目標を立てないと、何もやらないということで、まあちょっと、今月の中旬頃に、この山に登ろうっていうのをちょっと予定入れまして、今絶賛
体力づくり中というところでございます。まあ普段から私そのジムに行って日々運動しているんですけれども、まあ結構筋トレメインでやっていたのですが、まあ山に登るとなると、どちらかというと筋肉よりも、まあ筋持久力だったり、まあ体力ですよね。長い時間運動し続ける能力っていうものが、必要になってくるなと思いまして、まあ、最近ちょっと、まあ、筋トレよりも、有酸素をしっかりめにやっているというところで、まあ、連日やってたんですけれど、まあ、大体ですね、まあちょっとこう、まあ、トレッドミルっていう、まあウォーキングマシンみたいな、あれでやるんですけど、まあ、傾斜をつけて、で、それなりのスピードで歩いて、で、60分間歩くんですけれど、これは結構しんどくて、これ伝わる人にしか伝わらないんですけど、まあ、傾斜が9。速さ4.5とかなんですけど、ちょっとこれ伝わらない。単位もあやふやだから、全く伝わらないんですけど、それぐらいなんですけどね。まあ、1時間の消費カロリーでいうのが一番伝わるかな。1時間で500キロカロリー消費するという負荷で有酸素やっておりまして、これ結構なんですよね。例えば、こう、エアロバイクっていう自転車を1時間漕いで、だいたい、まあ、普通に漕いでれば300キロカロリーとかなので、今やってるの結構しんどくて、有酸素運動なのに終わった後ちょっと太ももが疲れていたりとか、まあ疲労を感じるぐらい、まあしっかりめの疲労がある運動なんですね。まあ、とはいえ、まあ、1時間。まあ、だいたいその距離にすると、4キロと少しかな。4.5キロとかなんですよ。日々歩いているのが。で、今度、挑戦しようとしているコースが、だいたい8キロぐらいかな。で、まあ、もちろん往復だから、ね、8×2 なんですけど、まあ、上りで言うと8キロぐらいの想定なので、倍ぐらいなんですよね。結構今、1時間くらいで結構しんどくて、ひいひい言いながら歩いてるんで ちょっとね、あとどうでしょう。まあ、数週間、ちょっと体力をつけて、まあかなりね、体力はついてきてるとは思うんですけど、傾斜をつけるとね、途端にしんどくて。ああ、これはちょっと、まあ今のうちから練習をしておいた方がいいなと思っております。まあいきなり登っちゃうっていうのもね、ありなんですけれどもね。まあ、せっかくだったら、ちゃんとしたところに、しかるべき準備を整えて、登ってみたいなと、思っておりますね。まあ、もともとその、まあ友達が、こう、よく登山をしているって話を聞いていて、で、まあ、最近の自分のその、問題意識と言いますか、すごく合致し始めたので、まあ、登山を趣味にしてみようという話で。と言いますのも、まあ、一回山に登ると、まあ、さっきの話で言いますと、まあ、1時間でその傾斜を登り続けると、500キロカロリーとかなんですよ。で、その8時間コースだと、まあ、単純計算倍だから、
1000キロカロリーとか消費するわけですよね。実際にはもっとランダムな地形だし、前後するとは思うんですけど、とはいえ多分1000から2000とかのカロリーを 消費するので、山に一回登ると。単純に運動としてめちゃくちゃいいっていうのと、あと、同時に、自然に触れることができると。自然に触れる時間だったり、大自然を見上げて恐れを感じる時間とかっていうのが、今すごく大事だなという意識が自分の中にありまして。なんかそれがないと、どんどん生物として横柄になって しまうというか 自然に対するリスペクトを欠いてしまうと、どんどん頭でっかちになってしまうっていう、なんかそういう、危機意識が自分の中にありまして、まあ運動とその自然に触れて恐れを感じる時間っていうのを両立できる山登りって一番いい趣味なんじゃないかっていうふうに、この年になってやっと気づきまして、いや、早いのかな、むしろ。早いのかもしれませんけど、まあちょっとやっていこうかなというところなんですね。なんか御朱印帳とかもね、昔持ってたんですけど、ちょっと今、度重なる引っ越しでどこに行っちゃったかわからないので、またちょっと新たに御朱印帳をもらって、まあそれを集めるっていうのも楽しそうだし、まあ、スタンプラリーみたいな感じでね、楽しそうだし、なんか将来的には百名山とかもね、全部は無理かもしんないけど、ちょっと巡ってみるみたいな。なんかそんなのも、いいなぁと。しかも長く続けられる趣味なんですよね、これね、多分。若い時だけの趣味じゃなくて、年を重ねても、きっと続けられる趣味だから、まあ、これを今のうちから、やっておく、親しんでおくっていうのは、将来的にもいいんじゃないかなというところで、まずは形からと、いろいろ装備を揃えて、体力作りをよりしっかりやって、今度、挑戦してみたいと思います。まあ、もちろん、山というのは、楽しいだけのところではないので、しっかりと、まあ、危険にもちゃんと対策をして、決して自然を舐めず、ちゃんと周りに気を配って、挑戦してみたいと思います。それでは、今日の日記ラジオはこの辺りにしておきましょう。皆様がいい夢を見れますように。お相手は眠り屋の夜話大麦でした。おやすみなさい。いらっしゃい、どうも、こんばんは。夜話大麦です。いやー、涼しくなりましたね。なんか季節の変わり目って、まあ風邪をひいたりとか、体調を崩したりっていうこともよくありますよね。まあ私、風邪をひいてるわけではないんですけれども、なんかすごく力が抜けちゃっていまして。まあおそらく、まあ先月やり遂げた海外の旅、なんかそこまでに連なる一連のことで、かなり精神的に追い込んだところもありまして、なんか今月に入ってから力が抜けちゃって、すごくなんかのんびり
しちゃってまして、ちょっと動画の制作が滞っていて、あ、これどうしようかなっていうふうに思いながら、どうすることもできずに、ぼーっと空を眺めています。そんな日々が続いております。まあそんな日々の中でも、まあ自分なりに一応取り組んでいることはございまして、まあ先日その前の日記ラジオでも、収録をした通り、まあ登山なんかも、やってみようということで、装備を揃えて、体力作りをしてみたいなこともやっていましたり、あと、まあ、今月から、まあ、自分磨きをちょっとやってみようということで、もちろんその講義での自分磨きとしては、まあ、ジムに通って筋トレをしたりですとか、有酸素運動をしたりですとかっていうことは、まあ、引き続きやっていくとして、今ちょっと脱毛なんかもね、まあ、セルフで、家庭用の脱毛器っていうものを買ってみて、やってみておりまして、今日2日目かな。で、実際今収録中ですね、今日腕をやりましたので、腕がすごくヒリヒリしているので、保冷剤で冷やしながら、このラジオを撮っています。今、すごく、変な格好というか、もう、腕を机に乗っけて、両腕に保冷剤をね、こう、こうやって、ちょっと位置をこう、微調整しながら 喋るみたいな ことをやっておりますけどもね。何をやってるんでしょうね。まあなんかその、まあこうやってやってみておりますのも、まあふわふわっとしたお話ですけれど、まあ将来的に、まあ目標は来年中なんですが、ちょっと、まあ読み聞かせや、トークを主体としたイベントをやってみたいな。それもそのクローズドなイベントは一度やったことがあるんですけれど、去年かな。オープンに告知をしてやってみたいな、という思いがございまして、まあ人前に出るからには、まあ多少見た目にも気を使い始めようということで、まあその一環として、まあ脱毛というものもちょこちょこやってみているんですけれども、いや、何分今まで経験がないもので、こう、難しいですね、なかなか ちょっとその、火力というのか、パワーも調節が難しかったり、その結果ね、あ、通電みたいな感じになって今、保冷剤で冷やしておりますが、これ多分やりすぎたんですよね、きっとね。こんなもんなのかな？ちょっとわかんないけど。そして保冷剤微調整する いやー、なんというか、マイペースにやってるのはいいんですけれど。なんでしょうね。この様はかなり滑稽なんじゃないかなと思いながら ねえ、あまり自分のことを客観視しすぎないように、しなければなと思いますね。いやー、なんとなーく、気力が湧かない時って皆さんどうしてます？僕は大体何もしないっちゃ何もしないんですけど、なんか、脱出したいですよね。実は、その、先月、先々月とかっていうあったかい時期にも、なんか、あんまり頑張れないっていう日が、
まあ、各月3日間ぐらいはあったんですよね。3日ぐらいは、あ、動けないなってなって、全休みたいな、もしくは半休みたいなことをする時期があったんですけれど、今月に入っても4日目なんですよね。もう先月、先々月よりも1日多く休んじゃってるので、いやー、ちょっといつになったら回復するのか、ちょっと不安になってきましたね。まあただ一方で、まあこうして新しい脱毛というか、まあ自分磨きだったり、運動もちょっとね、山登りに向けて強度を変えたりとか、なんかこう、活動以外のことで、まあ生活の再設計だったりとかっていうことを、まあ進めておりまして、なんかまあ人生、その仕事や活動だけが全てではないし、なんかそれ以外のことはむしろ今までよりもはかどっているから、まあそういう時期と捉えるか。でも動画はなるべくコンスタントに出したいな、というところで、まあ小さな葛藤を続けながら空を見上げています。はい。ということで、まあ今日なんか小さな、ぼやきみたいな、ラジオになってしまいましたけれども、もう、ありのままのね、現状をお話ししてみました。ちょっとこの保冷剤で腕を冷やしながら、今日は寝たいと思います。それでは、皆様がいい夢を見れますように、お相手は、眠り屋の夜話大麦でした。おやすみなさい。これでいいんだろうか。いらっしゃい、どうも、こんばんは。眠り屋の夜話ライ麦です。いや、このラジオの収録時点で、かなり季節としては涼しくなってまいりまして。いや、スーパーなんかに行くと、鍋野菜がね、並ぶようになってまいりまして、私としては非常に嬉しく思っております。いや、と言いますのも、もう、夜話ライ麦は鍋が大好きで、もう、寒い時期に食べる鍋ほど美味しいものはない。へへ。まあ、いろんな野菜とか、お肉も一度に食べることができて、まあね、誰かが一緒にいればね、みんなでシェアできるんですけど、まあ、そういう喜びはちょっと今は享受できないんですが、まあ、それでも、まあ一回、白菜なんか、まあ二分の一でも買ってくれば、私の場合だとまあ三食分ぐらいはあるので、まあ、一食は鍋にポンポン放り込んで、で、残り二食はタッパに詰めておいて、三日連続で鍋を食べるみたいな、あ、そんな生活をしております。まあ、そんな話をしますと、ライ麦さんはいつも何鍋を食べるんですかっていうふうに、たくさん聞かれるんですけれども、私の指す鍋は、何鍋という概念が、あまりなくてですね。まあ、強いて言うなら水炊き。もうただ、野菜、および肉を、お湯でぐつぐつと、煮詰めて、で、それを、お皿にあげて、で、そこに、まあ、大好きな、ミツカンの、追いがつおのつゆを、ジャーッとぶっかけて食べるっていう、ポン酢とか柚子ポンじゃないなっていうね。そこはなんか、実家で鍋を食べている時も、僕だけ追いがつおのつゆで、他全員柚子ポンだったんですよ。僕だけちょっと、まあなんか、突然変異なんでしょうかね。味覚がちょっと違うみたいで、まあつゆをぶっかけて食べるんですけど、
まあ、今日ですね、ちょっと思いつきで、出汁をちょっと使ってみようということで、なんかよく市販の鍋シリーズで、まあ、豆乳鍋とか、あとプチッとなんとかシリーズとか、なんかこう、味付けをするものが売っているじゃないですか。あの辺は一通り試したことがあるんですけれど、なんか、結局それで煮詰めても最後、追いがつおのつゆをかけるので、味一緒っていう、なんか あんま意味ないなっていう気持ちがあったんですが、だしで下味をつけながら、ぐつぐつするなら邪魔にならないかなと思って、ちょっと試しに、削り節？まあ、それも、カツオじゃなくて、いろんな魚の、こう、ごちゃごちゃに、削ってある、節。節。削り節を、ちょっと、固形で買ってきて、で、それをちょっと突っ込んで、野菜をグツグツとやって、で、鶏肉を乗っけて、食べたんですけど、これがめちゃくちゃに美味しくて、旨味が増してて、あ、だしって、重ね合わせると美味しいんだっていうことを 今更学びました。何でもかんでも重ねればいいというわけじゃないと思うし、まだまだ、なんか勉強が足りないとこあるんですけど、まあ、よくなんか聞くのは、異なる種類の、出汁をとって、混ぜ合わせると旨味が増すみたいな話はよく聞きまして。で、今回まあ、いつもが追いがつおのつゆだから、まあ、カツオじゃない魚の出汁とってみるかと思って。まあ多分、昆布とかの方が良かったのかもしれないけど、まあ、試しに削り節を突っ込んで、ぐつぐつやってみたんですよ。で、茹で上がったものに、いつも通り、追いがつおのつゆをかけて食べましたらば、めちゃくちゃ美味しくて、なんだこの旨味の爆弾はというぐらい、美味しくて、ああ、これはちょっとしばらく正解かもしれないな。しばらくハマるかもしれないなという、まあそういう予感がしております。ただ、ちょっと自分でもバカだったなと思うのが、削り節をダイレクトに野菜と一緒に茹でてしまったんですね。なので、こう、皿に開けた時に、なんか混ざってて、で、硬いんですよね。ああいう 削り節って硬いんですよね。だからそれがちょこちょこなんか、野菜の裏とかに隠れてて、野菜を食べてたらなんか、硬みたいなことが結構あって、まあ、ちょっと食べづらかったので、ちゃんと次回以降はあらかじめ、しっかりと出汁を取って、で、その 削り節はもう回収しといて、そこに野菜を入れようっていうふうに反省しました。いや、ちょっと横着しましたね。でも味は抜群に美味しかったから、ちゃんと、今後、しっかりと順番を、順序通りに調理すれば、抜群に美味しい鍋ライフを送れるなというふうにね、すごくワクワクしております。なんか、なるべく普段食べるものって、ね、ちょっとでも改良を加えて、美味しく食べたいじゃないですか。まあ、特に、私なんかはね、男一人で暮らしているもので、まあそんなにこう手の込んだものは作らないんですよね。もう鍋かカレーか親子丼か。もうこの3択ぐらいなんですけど、オールシーズンこの3択。もちろん作れと言われたら作りますよ。一応、ね、こう、ほぼ主婦みたいな、
家で仕事をして、いくらでも調理に時間をかけられるみたいな、まあそういう長い時期を過ごしておりますので、まあ作れと言われたら作るんですけれども、クックパッドを見ながら。まあ基本はもうその3つ。親子丼は、もういっぱい筋トレをして、とにかくタンパク質っていう時。カレーは、まあ、結構、作り置きして楽したいなっていう時ですね。まあ、しかも、無水カレーで、すごくヘルシーに作る術を、覚えておりますので、まあ、ヘルシーにまとめたい時。で、鍋は、もう冬はもうずっと鍋。こんな感じでいきたいと思います。何の報告なんでしょうかね。いやー、ちょっとよかったらね、いい出汁の組み合わせとか、なんかこう、市販のものじゃなくて、これとこれを合わせるといいよみたいなのがもしあれば、ぜひ教えていただきたいです。もう料理の先輩の方々たくさんいらっしゃると思いますので、ぜひ教えていただきたいです。あ、椎茸は苦手です。干し椎茸から出汁を取ることはできません。そこがちょっと難しいとこなんですけれども。それ以外でちょっといい組み合わせがあればぜひ、チャット欄とかね、コメント欄に 送ってあげてください。それでは、今回の日記ラジオはこの辺りにしておきましょう。皆様がいい夢を見れますように。お相手は眠り屋の夜話大麦でした。おやすみなさい。